研究テーマの、中の大きなものの一つが、学びのプロセスの、データ分析っていうのに取り組んでいます。特にその分析に定性的情報理論の中の一つである形式概念分析を使った、研究をやってます。例えば、今 e ラーニングっていうものがだいぶ出てきてコンピューターでいろんなものを学べるようになっていますけれども、そうすると、誰がどの問題を正解したかもしくは不正解したかっていうのが、全て履歴で取ることができます。でこれは実際にある e ラーニングのシステムの学習履歴の中のこれは不正解のデータなんですけども不正解のデータの上下関係で表すとこんな複雑な図が、得られます。非常に見にくくなってるんですけれども例えば21番を不正解した人は必ず15番も不正解しているっていうことが分かったりして、ある問題を不正解した場合に絶対次の問題は解かなければならないのかもしくは省いてあげてもいいのかみたいなことが得られます。形式概念分析っていうのは、先ほど申し上げたように例えば、問題であれば何番の問題を不正解になった人が必ずこの問題も不正解になるみたいな、含意関係っていうのを出せるんですけれどもこれを、交通事故の、データに応用しますと例えばある特徴を持った環境ならば人身事故が起きますっていうそういう、特徴含意関係を出すことができます。で実際我々が、過去5年間富山県内で起こった交通事故を対象に、分析したところなんですけれども5月で晴れの日で信号機があって道路の幅が 19.5 メートル以上で中央分離帯ありならば必ず人身事故が起きるっていうようなこういう含意関係をいくつも得ることができました。でその中で人身事故が起きる可能性の高い場所をどうやって選ぶかっていうところを今研究したりしています。これは数値ではないどちらかというと定性的な情報なんですけれどももちろん数値にあたる定量的な情報を扱うことも非常に重要です。でその定量的な情報を扱うときに例えばですけれども、今交通事故の話をしていますので交通事故のデータを見ますと、年々この赤い折れ線ですねが、富山県内の交通事故の死亡者数死者数の推移です。2013年から2023年までの、なんとなく見ると減少傾向にあるというふうに捉えることができるかなと思います。で、少し比較対象としてどこがいいかなということで、ある程度近い愛知県を取り上げたんですけれども愛知県で見ると人数は非常に富山県に比べて死者数は多いということが分かります。じゃあ、この2つだけを比べて非常に富山県は安全であるのかっていうふうに考えるともちろん人口が違うわけですのでじゃあ人口と交通事故死者数の対応関係を見ると実はこれ47都道府県のデータなんですけれどもこれを散布図と言います。で人口が横軸にあって縦軸に交通事故の死者数があるっていう時に、人口が増えれば増えるほど死者数は増えることが分かる。ただどうやらただただ一方的に増えるわけでもなさそうということが見て取れるかなと思います。でそこで、実はこの赤い三角のところが富山県なんですけれども同じ人数で比べたところ時に富山県少し上の方にあるんじゃないかなというふうに考えることができます。で同じ都市にじゃあ人口あたりどれぐらいの方が亡くなっているのかっていうのを今度、分布散布図で書くと実は人数が人口が多い県の方が死者数下がるっていうことが分かったりします。ということで、実は人口少ない県ってある程度1万人あたり 0.2 人以上の方が実はお亡くなりになってるんですけれども、なかなか下げ止まらないじゃないかなという傾向が見て取れたりしてその中の要因には何があるのか
っていうことを考えるときに、まあ、例えば、まあ、人口少ないのは地方が多いので高齢者率じゃないかとかいろんな仮説を立てられるんですね。でその仮説を立て出すと今度は定性的な情報に移らなければならなくて、でそういうときに先ほどの人身事故の特徴なんかを出すときに、まあ、これは土地 の、 その事故が起こった環境の特徴を出してますけれども、事故を起こした人の、年齢層であるとか性別であるとか乗っていた車であるとか、そういうものの特徴を入れるとその特徴を含めた傾向が定性的に分かるので、定量的なデータを分析してある程度エビデンスみたいなもの、もしくは仮説みたいなものをそこに基づいて出してから定性的な分析をするということが大切になってきます。今ちょうど、我々の手元にこういう、交通事故死者数とか交通事故の件数とか、まあ、これは県の警察、富山県も含めてデータを公開していますので、そのデータを用いながら授業で、そのデータをどのような方法で可視化するかっていうことを学生に演習形式で取り組んでもらったりしています。大学で学ぶ数学とか論理学とかを使うと、物のデータに対して一つの見方だけではなくていろんな方向からの見方、見え方を得ることができます。まあ、そういうことを通して人が、今まで体験しなかったような物の見方とかを学んでワクワクする人、人が知らなかったことを知ってとってもワクワクする人、そんな方にぜひ来ていただきたいと思います。ぜひデータサイエンス学科にいらしてください。